ドクトルワグナージュニアのリングネームで知られる、コアン・ゴンザレスは、メキシコの覆面レスラー。コアウイラ州トレオン出身。2017年9月には、レイ・ワグナーのリングネームも使用している。ジップは、ドクトルワグナー。実定のシルバー・キングも著名なプロレスラー。元妻も、ロッシー・モレノで、女子プロレスラー。また実施もイホでドクトル。 ワグナー・ジュニアのリングネームで2009年12月にデビューしている。1986年4月12日、20歳の時にメキシコのコアウイラシュート・レオンのリーでデビュー。1988年5月、新日本プロレスに参戦するため初来日。1993年の3月、4月と連続して初代 CMLL 世界タッグ王座。 CMLL 世界ライトヘビー級王座を獲得した。1997年に再び新日本プロレスに参戦し、タッグマッチがメインだったが、初参戦の頃よりもスケールの大きな試合をするようになり、選手たちや日本のファン、マスコミの評価は一気に高まった。1998年にベストオブザ・スーパージュニアで、準優勝、1999年1月4日には、 IWGP ジュニアタッグ王座を獲得するなど活躍。2001年1月には弟のシルバーキングと共に参戦した。2002年にも参戦。2003年、2004年には全日本プロレスに弟のシルバーキングと共に参戦した。2017年8月26日、メキシコシティで行われたトリプル a トリプルマニア25における敗者覆面ギマッチで、 最コクラウンに敗北し、出身地、本名が明かされ、以降素顔で、リングに立つ。同年9月4日以降は、リングネームを、レイ・ワグナーと改めている。幼少の頃から、弟のシルバー・キングと共に、父のドクトル・ワグナーによって、ルチャの英才教育を施される。このためプロレスに限らず、スポーツ全般を得意としている。外見上は、 父のドクトル・ワグナーの白の覆面を継承して、殺人医師2世を名乗っているが、日本では、ルードというより、実力派の覆面レスラーとして知られる。近年は、多色の黒や赤の覆面や仮装を使用する場合も、多い。軽快な身のこなしで、空中殺法を得意とする弟に対して、パワーボムや、ブレーンバスターなどの投げ技を用いたパワー殺法を、得意とする。 あまりに力強いため、プロフィールの体重 98kg というのは嘘で、ジュニアヘビー級の上限である 100kg を超えているのではないかという噂が出たことがある。2001年のベストオブザ・スーパージュニアでは、対戦したアキラが試合前のマイクパフォーマンスで、こいつの体はどう見ても 100kg 以上あるだろう。これに乗って、ちゃんと測ってみろと言い,い、リング上に、 体重計を持ち込んだ。規定体重超過で失格にさせようと格索したものだったのだが、ワグナーは手渡された体重計でアキラを殴りつけ破壊、結局計量は行われなかった。驚異的な体力を誇り、受け身の技術も高く多様な格闘に対応できる。難度の高い技の応酬も見事にこなすことから、ジュニアヘビー級の選手層の厚い新日本プロレスにおいても、 非常に高い評価を受けている。ありがとうございます。